エジプトで始まったとみられるガザ地区の休戦協議で、イスラエル側が提示した条件に関する情報が明らかになってきました。イスラム組織ハマスと仲介にあたるエジプト政府との協議は、29日から首都カイロで始まったものとみられます。ハマス側にはすでにイスラエルの新たな提案が伝えられているということですが、ニューヨークタイムズによりますと、イスラエル側は 解放される人質の数を従来より減らし33人にとどめたということですまたイギリスのキャメロン外相は冒頭に40日間の戦闘休止期間が設けられる案だと明らかにしていますハマス側の返答を待ってイスラエルは30日にも施設団を派遣する構えですが予断を許さない交渉が続くものとみられます